はい、決勝戦ということで、はい、この1個も危なかったですね。そうですね、準決勝は 6-4 でしたね。そうですね、 5-0 からまくられて、はい、ちょっと 5-4 までいっちゃって、そうですね、ちょっとまあ気合い入れようかということで、はい、ちゃんと 6-4 で取り切れたんで、はい、まあ、よかったんですけど、危なかったですね、はい、それをまあ引きずらずに決勝戦挑もうと思いました。で、ね、はい、で今回ジュニアということで、そうですね、中学生なんですよ、これ非常に見覚えのあるジュニアで、非常に見覚えあるんでしょう。なぜかと言いますと、はい、皆さんびっくりしないでくださいね、はい、僕の教え子です。ですね、はい、僕があのダブルスシングルスとも見てる子たちなんですけど、はい、あの正直僕と MJ じゃないか、違うペアかな、 僕は試合はやったことないですね。あ、初めてか、はい、あ、じゃあ僕が違うペアとやった時、はい、違うペアと組んだ時にもう一回対戦してるんですけど、はい、半年前ぐらいかな、はい、その時に比べてむちゃくちゃ成長してて嬉しかった、はいはい、なんか、まあ、僕もその試合を見たりとか、うん、そのテニスをしてるとこを見たりは全然あるんで、うん、あのイメージはなんかまあまあまあ なんて言うんでしょうね、うん、楽にいけるやろって思ってたんですよ。圧なかったんですよ、はい、昔簡単に、まあ、勝てるだろうって思ってたんですけど、はい、思ったよりこう、まあ、ストローク力だったりっていうのが、うん、良くなってしたよね。ストロークびっくりしましたね。そう、球の威力もそうですし、うん、圧とかもそうですし、うんうんうん、だからあれめちゃめちゃ上手なってるなって思いましたね。思いましたね。成長早っ、あのロブ打つだってボレーでちゃんと相手見てるよ、ね、うん、で MJ ちょっとこの背帽子かぶってない子の方、はいはいはい、今サーブ打ってる子の、はい、あのサーブにちょっと苦戦してましたよね。そうですね、ちょっと嫌なサーブでしたね。苦手でしたね。何が嫌なんですか。あのね、うん、こうスライス、低いスライスじゃないんですよ。はいはいはい。ちょっとこうセカンドサーブの時に緩い、さっき、あの、なんて言うでしょう、まあ、スピンがかった、うん、左の人のスピンがかったボール、うん、サーブを打ってきてたんで、うん、それがちょっとね、僕は本当合わなくて。なるほど。なんか合わなくて。珍しかったもんな。そうですね、終始合ってなかった、ね、そうなんです。こういう、なんかちょっとずれた、タイミングがずらされたようなリターンミスがすごく多くて、うん、なんなら、なかなかなんか修正できなかったですよ、ね、うん、そう、もう本当に修正が一回もね、そうなんですよ。で、うん、結構あのなんて言うんでしょうね、打ってそのまま前に行っちゃうぐらい前に入ってリターンをまあしてもよかったんですけど、うん、結構イメージ的に最初の方とかストロークがめっちゃ良くて、こういうのとか、うん、ショートクロスとかがめっちゃうまいイメージを植え付けられたんで、うん、ちょっと前に行ったらまたショートクロスとかそう結構ストロークいいとこ打ってきて不利になるかなとか思ったりして、うん、なかなかこうリターンダッシュっていうのをもうちょっとこう何ていうんですか、気持ち的にいけなかった部分があったので修正できなかったから、まあ行った方が良かったんですけど、ね、まあまあそうやね、はい、入って、うん、あとは何ていうんでしょうね、ジュニアに負けたくないじゃないですか。まあ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 、まあ、違うなんか力入っちゃったかもしれない。そう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 、いやいや俺なんかお前、まあまあ、教え子に負けるなんてお前まあまあまあそれはそうでしょ、うん、やっぱりそうやね、知ってる分余計に嫌じゃないですか。うん、あのこの YouTube をに載せて、はい、この子らに伝えたいのは、はい、球の圧は感じれた。そうですね、うんうん、ただポジションの圧はまだちょっと甘いなって思いましたね。あ、まあ、なんかうまいことこう役割を分担っていうか、うん、してたと思うんですけど、うん、それをなんて言うんでしょうね、もっともっとこうなんか明確に役割分担できてたら、うん、よかったんじゃない、もっとなんかこう圧があったんじゃないかなと思います、うんうん、で言ったらこう大きい子、帽子かぶってない子の方がもっともっと積極的にプレーをして、うん、で帽子かぶってる子の方がもっともっとなんて言うんですかね、まあテクニック系じゃないですけど、ね、うん、ボレーで前にちょこちょこ動くとか、うんうんうん、そういうのをもっとこう役割を分担されたらもっと嫌でしたね、うんうんうん、いや本当この帽子の子がしっかり足元に入れて、うん、今みたいな展開ですよね。だから、うん、しっかり足もスピードボールとかは別にいらないって言ってるんですよ、うん、しっかり足元展開作ってあげて前の大きい子が、ね、帽子かぶってない子がしっかり決め切るっていうダブルスで全然いいと思うんで、うん、でもやっぱり決めたい心が出ちゃうんでしょうね、うん、さあ決めた方がかっこいいし、ね、気持ちいいし、
この2人はもう正ペアなんで、うんうん、これで大会も出てはりますもんね。そうなんですよ。なのでしっかりこの2人でそういう役割分担を仕上げてもらいたいんですけど ね、 うですね、うん、ジュニアだったらでも京都ではトップぐらいですよね。そうですね、まあ、一番 なれる実力もまああると思いますし、うん、じゃあね、まあ、まだまだこれからね、うん、背も伸びると思うし、そうですよ、ね、パワーもついてくると思うし、まあ、動画だとあれですけど帽子かぶってない子の方が結構大きいですもんね。そうですね、年の割にはやっぱり、うん、めちゃくちゃ伸びたんでね、うん、180は4人もう余裕で超えてくると思うんで、うん、そこは生かしていきたいですよね。ただまあちょっとこうメンタル的な幼さは、まあそやね、感じれたんで、まあ、まだ中学生ですね。まあ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 、うん、まあ自分でいつかね気づくと思うんですよね。そうですよね、うん、今のとかしっかりねドスッと構えて打ててるんで、うん、MJ またやってる。そうなんですよ、ほんまにサーブは分かってほんまに合ってへんからね、はい、いやあの俺も教えながら、はい、この子のサーブを返すの嫌やなってたまに思いますよ。あ、なるほど、ね、結構伸びあるんでね、うん、上からドーンくるんで、うん、見てもらったらなんかこう膝曲げて下からえいじゃないんですよ、うんうんうん、上からドーン叩いてくるんで身長ある分伸びが出ますよね。おごめんなさいでこの子たちに伝えたかったのは、はい、プレー中に、まあ、終わってからも言ってたんですけど、あのこの平行陣作った時のボレーを、はい、できるだけこう低いところで取らせなさいって言ってるんで、いつも相手にね、そう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 、はい、ボレーを速いボールじゃなくて、はい、低いボールで戦いなさいって言ってたから、はい、そういうのはもう伝えられたかなと、もう、まあ、分かってたみたいなんですけど、うん、本人たちも、うん、あんな感じなんですねとか言って、うん、とか言いながらちょっと浮いたりはしてたんですよ、はいはい、でもなんか嬉しいですね、教え子と決勝で当たるなんて。そうですね、うん、まあ、僕の教え子ではないです、間違いまあでもなんか知ってる子がこんだけ上手くなってるっていうのはなんかすごいなって思います、ね、もう将来だからめちゃくちゃ強くなってるかもしれないじゃん。そうやね、いや本当高校になるのが楽しみで、はい、いや本当にだってその中学から高校とか高校から大学とかの伸びって半端じゃないじゃん。半端じゃない。それこそあの京都だったら藤原智也選手っていう人じゃないですか、東山の、はい、後輩じゃないですか、はい、藤原智也選手って昔なんか藤原智也がそう、中学生かなんかの時になんかダブルスかなんかやったと思うんですよ。やってましたね、 MJ がやってましたよね。そうそうそう、正直そんな印象はなかった。なかった、やったっけなみたいな。なかった、正直そんな感じだったんですけど、うん、いざ何年か経ってみたらこんななってたの、マジでみたいな、うん、世界レベルやんみたいな、そう、そうそうそうなってたんで、確かに伸びすごいなって、うんうんうん、めちゃめちゃ将来ありますよね。せやね、もうなんか滋賀県の大会出た時に中3の子で、はい、まあ、その時めっちゃうまかったんですよ、はい、じゃあ高校3年生の時には、うん、あのインターハイダブルス優勝してましたね。ああ、やっぱり、ね、うん、やっぱ練習量は違うんでしょうね、うん、だからやっぱちょっときつくてもこうなんて言うんでしょうね、強豪って言われるところに行くべきですよね、うんうんうん、うまくなりたいだったら、うん、追い込んでほしいですね、うん、しっかりと。でまあ親御さんもそれにしっかりこう付き合ってあげるというか、うんうん、そやね、まあ、いろんな進路の方法があると思う。まあまあまあ、うん、確かに、まあ、僕の思いとしては後輩になってほしいんですけどね。ああ、なるほどね。そうなんですよ、まあいいっすよね。いいですよね、京都やし、うん、はい、5-3で僕サーブということで、はい、キープして終わりたいもんですね、うん、まあまあでもなんて言うんでしょうね、僕もリターンもあんま良くなかったですけど、うん、この試合もまあ正直終始なんて言うんですか、不安はなかった。そうですね、うん、なんかミスやっぱりちょっと相手多かったんで、うん、そうですね、うん、めちゃくちゃ固くプレーされたら結構難しかったんですけど、やばかった、ちょいちょいやっぱこうミスをしてくれてたんで、ね、うん、そこでなんて言うんでしょうね、バランス取れてたよね。そうですね、そうですね、うん、そうやね、確かに。いいよ、ちょっと浮いてるよ、浮いたらやっぱりこうやって振り回されちゃいますからね、うんうん、やっぱ球のスピード的には慣れてるところがあるんで、うん
僕はちょっとやりやすいところが、まあまあそうですね、そうそうそう、確かにしっかりこうやって狙えたというか、はい、いやでも、うん、この子たちも嫌でしょうね、コーチとやるんで、マッチポイント MJ がはたくはい、じゃあ 6-3 で、はい、MJ 勝ちということで、はい、優勝ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、終わりました、ありがとうございました、なんと優勝させてもらいました、ありがとうございます、コス向井島オープン男子ダブルスということで、はい、優勝嬉しいですね、そうですね、久しぶり、試合結構久々でしたもん、そうですね、ダブルス出たん、遠征した時以来ですか、そうですぐらいですよね、はい、岐阜県の遠征の時、はい、あれ準優勝で、そうですね、僕が決勝戦でぎっくり腰になってしまって今日それだけを心配してちょっとやってきたんですけど、でしたね、どっちかというと疲れてましたね、そうですね、最後の試合ちょっとやばかったですね、これからまた練習してね、結構優勝するとやっぱ嬉しくて、うん、テンション上がってくるんで、まだまだもっと優勝していきたいなと思って、はい、練習して、また動画にして上げていこうかなと思いますので、これからもよろしくお願いします、はい、じゃあこれまた練習動画とかねあれば撮っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、では